立川きゅういは、落語家。本名、塚田洋一郎。東京都板橋区出身。落語立川流所属、立川男子時期門。中学生、高校生時代は、無来な表現者として、太宰治や段和夫に憧れ、下駄で投稿し笑われるなどのエピソードを持つ。漫才ブーム到来で、芸人こそ、現代の無来と考え、ブームの立役者である、ビートたけしが、 立川金之助として所属する落語立川流と、その家元である七代目、立川男子の存在を知る。男子に弟子入りを志願するも、100万円貯金してから来いと追い返され、4年かけて100万円貯めて裁縫し入門。1990年12月、立川男子門下に入門し、立川木夫を名乗る。木夫自身は、由来について、入門当時、吉本バナナや、 トマート銀行などが流行っていたからでは、など諸説を挙げている。男子は、キウイフルーツを、毛の生えた気持ち悪いものとしている。男子からは、団の文字が欲しければ、団キウイと名乗っても良いと言われたこともある。前座生活は足掛け16年にも及ぶ。同一文化における前座修行期間としては、戦後最長記録とされる。弟弟子の新内昇進パーティーに、 前座の身分で裏方に回るという経験もあった。前座時代に3回波紋を受けた。前座という立場ではあったが、新内が鳥や独演会でかける荒野高尾などの大根太を勉強会の講座にかける。波紋期間中は一度も勉強会などを開かなかった。本人は勉強会の日と復帰試験の日が重なってはいけないからとの入るからであったと述べている。 2007年4月10日に実施された二つ目昇進試験で男子より昇格内定を言い渡される。しかし以前から朝礼母会の傾向がある男子は9位を含む合格者全員の内定を取り消し音曲歌謡を中心とする追試を課すと発表。しかしこれも間もなく中止となり正式な二つ目昇格が決まった。2007年7月に二つ目に昇進。 新打昇進が決まった時期は2011年7月1日である。その決定は2010年3月17日頃、なされた。キウイの著書、万年前座を、死の男子が褒め、よくかけている、偉い。褒美に、新打昇進させてやると言った。この一言はシャレかもしれない。言われたキウイ自身も、師匠に、新打昇進を言われた時はとっさに意味がわからなかった。 と振り返るが、ためらわず、ありがとうございますと受けた。これで、新内昇進が決まった。その後、男子は、あの時は、気が弱っていたと後悔しており、昇進への反対意見を募集していたという。本人も認める通り、落語界でおそらく初となる、本で新内になった男となる。反面、新内昇進試験は行っていない。しかしこれは、 立川流内で先行して真打ちになった者たちの事例と同様である。男子はキウイに対してまともな芸は期待していない。落語をぶっ壊してやってみろ。求めるのはうまいやつじゃなく面白いやつと言葉を送った。2つ目から真打ちまで約4年と極めてスピード出世となる。ただし、真打ち昇進記念パーティーはビン・ラーディンのもに服しているため欠席。また、 新内昇進披露に、立川男子が出演すると広告していたが、いずれも出席しなかった。実女によれば、実家暮らし。母親と喧嘩して家でするが、公園で一泊して帰宅したこともあった。主な収入源は、立川流の若手が代々引き継いでいる、師匠、男子が婚姻にしている銀座にあるバー、宮でのバーテンダーのアルバイトであった。バーは2016年末に閉店。 雷門シカゴが男子門下所属中に立川市河原の名前でモーニングで連載していた漫画風とマンダラで個性的な兄弟子として描かれた。また、快楽亭ブラックの新作イメクラ五人回しにも実名で登場している。立川市之助原作の映画歓喜の歌に出演しており、ロールに物を連ねている。ありがとうございます。